このビデオでは、アーキキャドのスラブの平面図ビューポイント表現の改善点についてご説明します。アーキキャドにスラブの共通編の平面図表示を制御するオプションが含まれました。モデル表示オプションダイアログを有効にします。構造要素オプションパネルにこれを制御するスラブ用の新しいフィールドがあります。隣接する2つのスラブがあり、 それらの辺が一致するセグメントが輪郭上にあるシナリオを考えてみましょう。モデル表示オプションダイアログのスラブフィールドから線を表示オプションを選択すると、他のスラブの輪郭と同様に一致する辺が通常通り表示されます。除去オプションの場合は一致するセグメントは除去されるため、平面図には表示されず、隣接する 2つのスラブは連続した輪郭で表示されます。最後に隠れ線を使用オプションを選択するとスラブ設定ダイアログで隠れ線に指定された線タイプとペンを使用してセグメントが表示されます。スラブ設定ダイアログの平面図と切断面パネルにはこの機能強化に関連する2つの新しいフィールドがあります。隠れ線フィールドと 隠れ線ペンフィールドを使用して、スラブ編の非表示部分の線タイプとペンをそれぞれ指定できます。これらは、隠れ線を使用オプションが有効な場合に一致するセグメントに対して有効になります。オプションが機能するためには、さらに2つの条件を満たす必要があります。1つ目は、隣接するスラブの上部の高さが同じでなければならないということです。 二つ目は隣接するスラブの上部表面もビルディングマテリアルや材質の上書きを使用して同じ材質に設定する必要があることです隣接するスラブの上面の共通辺が 3D で表示されない場合両方の条件が満たされていることが確認できますもう一つ注意することは 隣接する2つのスラブの隠れ線に指定された線やペンの種類が異なる場合です。この場合、表示順序の高いスラブ、この例では左のスラブの設定が有効になります。表示順序で左側のスラブを一番下に表示にすると、右側のスラブの表示順序が高くなり、 右側のスラブの設定が一致する辺の表示に使用されます。